久保さん、おはようございます。なんかすげえクラシックな、これ多分ね、めちゃくちゃこのホテル多分古いっすね。古い。なんかね、トイレがねお茶目ですねとりあえず古いっすね。なんかね、楽天のレビューでなんかまあ星がね 4. 何ぼだったんですよ。で移動しながらまあホテル探してたんですけど、なんかチェックインがまだ間に合うみたいなキャッチコピーがあって、でしかもレビューが良くて、温泉宿でレビューも良くてまだ間に合うみたいなねキャッチコピーだったんで、そこ予約したんですよ。で来てみたらなんかね、写真はね結構ね綺麗なんですよ。写真綺麗なんだけど、あれですね、ボロボロですねだけどね、温泉はめちゃくちゃいい。温泉の質感、なんか一応ここの何温泉かな、ちょっと温泉名ちょっと探しておきます。なんとか温泉、うん、でなんか日本でも4番目ぐらいなのかな、なんかその質感っていうか、その美肌感みたいな、ツルツルになる第4位みたいな。いや温泉は間違いなかったですね。温泉めちゃくちゃいい。まあ今からもう風呂、温泉多分6時ぐらいからやってるのかな、またまあ入ってこようかなと思うんですけど、温泉はめちゃくちゃいいですね。ザ温泉っていうか、もう質感がすごいいいです。めちゃくちゃ質感がいい。でも温泉宿で温泉がダメだったらまああれでしょうね。うん、それはそうそう、温泉宿で温泉が微妙だったらちょっとそれはどうなのかって話ですけどね。まあ何が言いたいのかっていうと、やっぱ中身大事だよねっていうね中身大事ですね、ゴーさんねうん、いやまあ外面も大事ですけど、まあ温泉宿で温泉がクソだったらどうもこうもないですよねいやすっげえ気持ちいいですね。温泉の質感がすごいいい。温泉の質感がねめちゃくちゃいいっすよ。何温泉なんだ、ちょっと漢字、あそうそう、あとね僕はこの動画で言いたかったのが、あこれだ、久保さん、これめっちゃ古くないですか。これなんとか温泉ですね。ちょっと漢字読めないですけど、これ多分古いでしょ、これ多分これ古いっすよ。でもね久保さん、そうそう、Wi-Fi がありまして、これね Wi-Fi があるんですよ。 Wi-Fi があって、Wi-Fi あるし、あでもこれね、あそうだ、これだ、これ多分後付けしたんだろうな。こことかめっちゃ綺麗なんですよ。ほらすごくないですか、これ3000円、ニューオープン。まあ多分ねここ写真乗っかってたの、これめっちゃ綺麗ですよね。どうですか、はい、1回1000円、はい、そうだからまあ改装してるところもあるんでしょうね。ここ多分ね改装してない部屋だと思います、おそらくここは。ですげえ古いんだけども Wi-Fi まあまあ早いですね Wi-Fi Wi-Fi が早いですよ。 Wi-Fi がやっぱね、インターネットは本当どこでもできるからありがたいですよね、久保さんね。軍艦島のあたりでも電波あるんで、久保さんの動画見れましたしね。そうそういやほんとどこでも、パソコンあればマジでどこでもできますね。どこでもできる、どこでも見れるし、どこでもで撮れるし、うん。いやでも気持ちよかったですね。昨日はちょっとやっぱりもう運転楽しいですね、オープンカー。まあ今日もちょっと楽しもうかなと思いますけど、うん。だからまああとはね、なんか行ってみようと思わなかったらいけないってことですね。行ってみようと思わなければいけないですよ、そもそも。だ僕もその長崎の端っこ行ってみようと思わなかったら長崎の端っこ行かないし、そういや長崎の端っこでも動画撮ったんですけど、久保さんすごかった。もう秘境ですよ。秘境で車もね、もう対面が来たらもう無理じゃねえみたいなとこなんですけど、長崎の一番この下の端っこなんですけど、すごかったっす、絵面が。まあでも疲れましたね。歩いてこう灯台行って下降りてみたいな。行ってらっしゃい。